私はウサマと言います。アレッポ出身のシリア人です。英語の教師で教育コーディネーターをしています。 A little help is enough というプロジェクトを実施しており、このプロジェクトを一緒に行っているのがピースオブシリアのタカさん、イクノさん、ユースケさんです。私たちはシリア国内の小学校、中学校、幼稚園の教育支援を共に行っています。他の団体や機関から支援が届いていない地域で教育を続けられるように全力を尽くしています。それらの地域は貧しく、先生たちも無償で教えてくれているような場所です。 A little help is enough ではこのような先生たちが無償で働いている学校へ3ヶ月に1度のお金の保証をすることで、先生たちが教育を続けてくれるようにしています。加えて状況に応じた物資の支援も行います。例えば寒さの厳しい冬にジャケットやストーブ、発電機など。特に私たちの支援する学校は安全面を優先した山の洞窟内にありますので。また食料や筆記用具なども届けたりします。現場で求めているものに臨機応変に対応しています。現在シリア国内で大量の国民が移動を余儀なくされています。ダマスカス、ホムス、アレッポの市内、ハマといった地域からイドリブの方へ避難してきているのです。そして避難先であるイドリブで教育の機会を失っています。また同時に知っていただきたいのは、数千人もの子どもたちがこの戦争の犠牲となっているということです。なので私たちは少しでも多くの子どもたちを受け入れられるように学校を作ることで、教育を受けていない失われた世代を生み出さないようにと考えています。もし教育を続けられなかった場合、子どもたちが向かう先は大きく分けて3つあり、1つ目は軍隊の一員となることや武装勢力、テロリストグループに入ることです。2つ目は勉強を諦めて家族のために仕事を探すことです。3つ目はお金を手に入れる方法を探して海外に行き、場合によっては物乞いをして生きるということです。なので私たちはなるべく多くの子どもたちを受け入れて、世代の再構築の礎を築いていきたいと考えています。彼らの世代を失うのはシリアの未来を失うのと同じことです。全力を尽くして未来を作る世代をサポートしていきたいのです。ピースオブシリアが手助けをしてくださり、こうした学校を続けることができているのです。私がアレッポ大学の学生だった頃、日本の人々や文化に非常に関心がありました。なので私にはたくさんの日本人の友人がいます。日本の多くの方々が平和や教育支援といったことに関心を持っており、私たちの活動をご支援くださっています。私は自分の活動を支援していただけるように、ヨーロッパやアメリカ、日本の友人たちにお願いをしていますが、最も多くの支援が日本からでした。日本の多くの方々が教育支援のプロジェクトに興味を持ってくださり、子どもたちに新しい世代に目を向けてくださっています。私は本当に嬉しく、心から感謝しております。これからもアレッポをはじめシリア全土の子どもたちの教育支援を続けてほしい、助けてほしいと願っています。個人的に私は日本の人たちとつながりがあり、日本のメディアと一緒に仕事をしていますし、学校の先生など市民の方々と支援について協力し合ったりもしています。私の夢は日本で、日本の人たちの前で、シリアの国内で何が起こっているのか、教育の状況や人道支援は本当はどうなっているのかといった私の声を届けることです。なので日本に行き、日本の人たちに会い、私の国で何を行っているのか、特に教育のことを伝えたいと願っています。
Thank you very much. ありがとうございます。Thank you so much. Thank you.